こんばんは、お久しぶりです。昨日配信ちょっとできなかった。こんばんは。ちょっと待って、ちょっとね、ダメですね、ちょっと調子が悪いね、ここ時計が壊れちゃった。ちょこんばんは、こんばんは。こんばんは。ちょっと時計がなんかちょっとどっか行ったけど、まあいいです。時計がそう、時計が壊れると。こんばんは。なんかさ、ちょっと恥ずかしいわ。いや、私はもう iPhone の音で起きれるように頑張ります。いや、あのね、まれに2週間に1回ぐらい調子いい時あるんですよ。昨日はありがとうございました。ジェシーさん、ハートありがとうございます。あー、何これ、ライトが悪い。スタンドではなく、いっちゃん、ジェシーさん、ハートありがとうございます。何これ、どうした。今日は、あ、もう今日はもうちょっとめちゃめちゃ調子、私の片手が、ちょっと待って、あと3分だけ。布団の上でするから悪いん、でも布団の上が一番好き。あーあー、調子やだ。シナモンが、昨日はね、こちらこそありがとうございました。ちょっと待って、ちょっとこんばんは。ちょっとさ、何これ、どうした。え、なんで、もうわかんない、もういいや、知らないもう、知らない、もういいや、めっちゃ不安定。いや、あー、どうしたらいいんだろう。ちょっと待って、あと2分だけ時間をください。中山くんさん、ハートありがとうございます。ちょっと、え、なんで、はムカつくな。タイタンさん、かわいい。大志さん、なんか卵ありがとうございます。あ、いけたいけたいけたいけました、はい、いけました。今日ね、長ズボン焼き、そう、見えてないよ、見えてないよ、はい。昨日はありがとうございました。ドリンタロウさん、マチさん、バラ、そう、ズボンです。今日めちゃめちゃ、もう思いっきりパジャマ。こちらこそありがとうございました。白くま、昨日はロングスカートで大変ごめんなさい。アルフォートさん、卵ありがとうございます。そう、たくさんの人が来てくれました。帝国なんちゃらさん、ありがとうございます。え、本当、嬉しい嬉しい。すいませんね、ちょっとミニスカート履かなくて、どうせ見えんから。お、昨日会いましたがな、今日は顔が、最近なんか食欲低下してるんですよ。いや、嘘だ、めっちゃ今日お昼思いっきりラーメン食べたわ。スケジュール側待っとるよ、リンコ、不安まんじさん、挨拶ありがとうございます。え、やったー。ミミントアレさん、かわいい、ありがとうございます。え、なんかあれさ、買った時はさ、なんか何も思わずに、なんかかわいいと思って買ったら、なんか思ったよりボディラインが出る服で、結構そう、びっくりした。ナオさん、かわいい、ありがとうございます。わさ、あら、どこから、かわいい。昨日は、いえいえ、次のである話から言ってた。
帝国、そうそう、じゃやけえ、その服狙ったってめっちゃ言われた。何も思わず買ったけど、まあまあそういうことにしとこうそういうことにしとく。テイスの絵の具さん、かわいい、ありがとうございます。なんか何も思わずに、かわいい、なんかスカートがかわいかったよね、セットで買ったら。なんかそうそう、え、狙その服の狙ったみたいな、めっちゃ言われて、えと思ってそう、あ、一応さ、まだ先、朝配信じゃないよ、違う、あれはメールっす。いや、せんよ、やだよ。え、そうそう、戦略かそういうことでいいや。そうメンバーにも言われたんで、え、なんかすごいねその服みたいな目で、え、そうって言ったら、なんかめっちゃそうなってしまいました。そう、物販出たかったの、悲しい、しません、朝配信しません。ポポさん、卵ありがとうございます。ガチ恋え、そうなんよ、意外と、そう、じゃけちょっと考えんといかん、やっぱネットはちょっと分からんねポーニー、そう、ポニーテール竜兵さん、卵ありがとうございます。ええー、ね、物販出たことずられました。あ、よかったです、はい、ただいの、え、明日はポニーテールするって決めましたよ。昨日はありが、え、来た、おったけそう、ちょっと鎖骨を、いや、説教してないですよ。そう、てかさ、自分、みんなのさ、ちょっと好きなところを見つけたいよ、聞いてなんか、そう、なんか、オラのこと覚えてるって言われて、え、ちょっとわからんわって思って、え、ごめん、誰だっけって言ったら、なんか、いや、覚えてらんのかいみたいな、そういうとこが好きって昨日思ったえ、見つけたなんかそこで、え、俺のこと覚えてないのみたいな、で言われたら、ちょっとこっちも、え、ごめんみたいななるけど、なんか、え、覚えてないんかいみたいなノリでやられたら、そうそう、え、ごめん、覚えるよみたいな、そう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 、やまんでちょっと待って、覚えるから、ちょっと2、3回じゃ覚えれんねんだ、ちょっと記憶力がちょっと悪いもんでね、はいこんばんは、そうごめん、覚えるよ次みたいな、で、なんで棒読みで、それで、え、次来た時ちゃんと覚えてるから名前教えてみたいな、そうだけ、もう自分今日だけ、そうだけ嘘ついて、え、覚えてるよ、はじめま、覚えてるよ、この前は話し会ありがとうねみたいな、いや、お話し会まだ来てないけどねみたいなそういうことがなくなるから、もう覚えてなかったら覚えてないって言おうと思った、そうそうなんよ、え、この人顔はわかるみたい、名前がわからんみたいな、そう、嘘つくなって思ったそう、いや、リアル話がちょっとあんまりリンコメモできんのに時間なくてえ、そうえ、そうなんよ、なんかたまにある、そうそう、初めてなのに、久しぶりみたいな、いや、初めてだよみたいなあるもん、そう、確かこちらこそですなんだ、見えんかった、そうだよね、オンラインはさ、名前あるけどさ、リアル名前ないけさ、あ、この人顔はわかるんよ、名前が、え、ごめん、名前しげるだっけって言ったら、いや、しげまつみたいなそう、うん、そういうことがちょっと発してしまってね、ちょっと私の脳内がちょっと、はい、そう、惜しいんよ、そう勝った、おー、よかった、そう、惜しいんよ、なんか昨日そういう事件がさ3回ぐらいあってさ、なんか、
俺さ、俺まるまるなんだけど誰かが来るって言ってさ、えツイッターみほりんに一人一人でしょって、いや違うサーヤンだねみたいな。で昨日その事件が多発してしまいました。そう。じゃあ当たらん、そうね、またまた願かけたわ、また願かけたわ。そうまた願かけたわ。ちょっとこれでさ負けたらさちょっとまた願かけたわ。そうなんか昨日 しげなんとかって人がめっちゃにな投げ逃げなんか自分がなんか野球のヤクルトさんが勝つためになんか願かけで毎回タワー投げてくるんよ。ちょっと、負けたら自分のセンサーでそうしやんでね。ありがとうございます。なんかしげまつみたいな、そうそう、私のセンサーでそう負けたらちょっと、ま、負けても私のセンサー取ってね。ありがとう。じゃあ次の配信強制ですね。はい。やったね、昨日そういっぱい人聞いてくれたの嬉しい。あ、勝った、よかった。え、ね、聞いて、ちょっとさ自分あの高知県の立ち位置が変わってめっちゃ泣きそう。ほぼほぼ変わった。なんか会場がなんかちょっとちっちゃいらしくて、番号が3番しかないらしくてめっちゃ変わっちゃって、ちょっと記憶力が混濁してる。そう変わっちゃった。まあでも大丈夫。いやでも私はちょっと明日レッスン上次世代の予約入れたから明日で完璧にします。そうそうそう、あるよあるよ。そう、なーに、なーに、東野さん昨日なに、なに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 、え、昨日来てくれんかった、なにこれ。ゆうちゃんありがとう。ありがとう。なんか思ったより変態じゃなかった。ありがとう。すき、ありがとう、すき焼き、そうありがとうございます。え、とんのさん昨日来た、私のちょっと記憶が、昨日にえちゃんに説教されたらしいですけど。私のところにもちゃんと首輪つけてきてくださいね。あのゆうちゃん思ったより変態じゃなかった。なんか思ったより変態じゃなかった、思ったより。ありがとうございます。これは何タワーですか。そうなんかみんなの方が、え、いや昨日来てくれなかったよね、待ってたんですけど首輪つけてさ待って来てくれるかなってちょっと待ってたんですけど来てくれませんでしたね、悲しい。昨日こちらこそ、え、なんかもっと今日ちょっとエロいねみたいな言ってくるかなと思ったけど全然言ってこんくって、あ、全然普通だった。かなくてごめん、た、いいよ許す、じゃあ次は来てください。はい、そうなんよ、そうなんよ。そうなんよね、ちょっとね、マスクの影響。そう、安部さん卵10個ありがとうございます。よし回ってる。そう思ったより、そうお説教聞けた、お説教聞けた。そうね、自分でそう招いてます。いやまた話せますよ。首お願いし、 OKP さん卵ありがとうございます。そう首輪つけね、でもすごい自分の連の人がみんな首輪つけとったらちょっとどういうあれかなみたいななっちゃう。そうなんで、いっぱい来てくれました、ありがとうございます。リードはいらん、リードつけたら本当のド変態になっちゃうからちょっとリードはいらん。リードはいらん、そう。どういうあれかなみたいななっちゃう。
本当に待ってますわ。はい、またね、昨日ちょっとお礼の配信したかったんですけど、ちょっと昨日日帰りだったものでできなくて、あ、そっか、すいません、そう、やばい例になってしまった。ちょっと疲れた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 。じゃあ次の配信強制ですね。待って、私バカなことして、あー待って、タイタンさんタワーの俺書くの忘れてた、許して許して。ゆうちゃん、はい、私のすいません、タワーのこの前のタワーの俺書くの忘れてた、完全にごめんごめん。ゆかりあんこさん、誰もありがとう、ごめんごめん。なんで本人じゃない人がキレとん。怖くないです、怖くないです。え、実際優しかったよね、めっちゃめっちゃ実際優しかったと思うんよ。そうすまん、あ、ほんまに一行増やさんというか。あ、覚えてるよ、かえちゃんって呼ぶって約束したの覚えてる、すごい、つよしーさん、な、ありがとう。あれでしょ、あれでしょ、何、4公演来るんでしょ。ありがとう。で、病んでないですか。ちょっと私は昨日楽しかったけん、昨日のことをいっぱい語りたい気持ちもあるんですけど、昨日来れんかった人の気持ちも考えてて、あんま語るまんかめっちゃ迷ってるんですけど、病まないでください皆さん、ありがとう。帝国海軍さん、あなたもありがとうございます。え、待ってる。え、昨日顔覚えたよ。次会ったらちょっと言える自信ある。ごめんね、昨日忘れちゃって顔。マナさん、タワーありがとうございます。昨日ありがとう、え、昨日、そう、あだ名つけるタイプ、そう、ありがとう。マナさん、昨日この前の6枚目のリアルお話し会で、なんか広島駅で遭遇して、でなんか次の今日、昨日会うかなと思わんかったっていうね、そう、次行きたくなるような、ねえな、あ、ちょっと待って、タワーの、待ってよ、そうです、でもどうしよう、もうさ、1行みんな私忘れるからさ、追加しとるけんさ、もうある意味さ、次の配信でタワーのお礼書くの忘れた方がいい。どうしたらいい？待って、ありがとうございます皆さん。あ、はい。もうある意味さ、次の配信でタオのお礼書くの忘れた方がいい気がして。じめまして、こちらこそありがとうございました、はい、そう、あえて忘れるパティーンだけ、そうよ。あ、そうだっけ、タイタンさんも忘れたってことにして、そう、一行追加、うん、そういうことにしとこ、そういうことにしときます。あ、また行く、あ、沼ですね。カイザーソデさん、誰もありがとうございます。いやいや、なんかちょっとね、なんかちょっとあえてなんかちょっと忘れるみたいな、そう感じに。タンタンさん、卵ありがとうございます。そう、昨日カニカマさん、ありがとうございます。ありがとう。いや、いいのよ、いいんですよ、そんなタワー立ってらんでも、あの、気持ち伝わってるんで、ありがとうございます。カニちゃん、ありがとうございます。これ忘れた方がいい、次の、そう、なんか昨日さ、そう、時間がさ、なんか終わってもさ、自分のところだけなんかちょっといっぱいなら、なんか何、昨日時間が過ぎてもいっぱい人聞いてくれて嬉しかった。そう、あっちゃんさん、ニーボスターありがとうございます。ありがとう。これはさ、どうしたらいい、次の配信忘れた方がいい、どうしたらいい。フェイスメールマナー、ありがとう、思い出した。そう、ありがとうございます。ただ昨日来られなかった人はちょっと病まないでください、皆さん病まないでください。私はその来られなかった人のことも忘れてないですよ、私は。
なんかね、そうテロップにさ、そう昨日ありがとうってなんか書こうと思ったけど、ちょっとそう私忘れてないですよ皆さん。昨日新幹線の中でめっちゃ爆睡してたから、ちょっと忘れてないよ、忘れてないよみんな、忘れてないよ。ちょっとひどっ。ひどっ、もう偏見がひどいんよ、偏見が。忘れてない、病んでるじゃん、病まないでよ。そうそう、ちょっとね、やってて、オタク研究家として、そう、え、ありがとう。オタク研究家として、ちょっと皆様の気持ち分かるようになったんですよ。だからちょっとね、そう、逆、あー、なるほどね。昨日、そうなんよ、昨日しか行かれん人のことも考えつつ、昨日行かれなかった人のことも考えて、オタク研究家。そう、でも藤さんも、もうね、まあ諦めました。はい、よく見ると、ありがとうございます。よく見ると病まないで。そう、オタク研究家として。でめっちゃ見俺もなんか何、なんか昨日は新幹線の中でなんか、新幹線の中でなんかアイドルの人が、あのたくさんと結婚したツイートを見た。なんか、ういちゃん焼肉ありがとう、可愛かった。ありがとう。そう、昨日なんかね、そう、なんかそのアイドルの人が、あのアイドルを卒業して焼肉屋さんで働いとって、なんかそのお宅さんが焼肉屋さんになんか、いやあ、黒あれあれあれ、ちょっと次の話くれ。見たよ昨日それを、新幹線の、うすげえと思って、なんか焼肉屋さんに通い詰めて、そのお宅さんが仲良くなって結婚したみたいな。ちょ、見てめっちゃすごくない？いや、自分はないけど、そう自分はないけど、そう、見た、自分も見た、新幹線の中で見たよ昨日。へえ、こんなことあるんだと思って、そう、見てや。そう、気になってきました。あら、ようこそ、角さん、バラありがとうございます。謎のミラーボール、コウタさんありがとうございます。自分も焼肉屋さんで働こうかな。え、無理、やだ、いやちょっと焼肉の肉がちょっとグロそう。角さんめっちゃ可愛いと、ありがとうございます。あ、教えてないよ私、角さんありがとうございます。これは何タワーだろう、ありがとう。ありがとうございます。で次のどうしたらいいんだろう、ね、あ、年中せずにこれたタワー、そんなことで。ありがとうございます。自分は今日機嫌がいいからね。今日さ、違う、今日レッスンでさ、めっちゃ怒られたよ、ダンスの先生。やばいぐらい怒られてさ、多分今までの ST 入った中でもうめっちゃ一番怒られて、もうみたいな。で、赤人さんとかが励ましてくれるぐらい怒られたんですけど、昨日の余韻でなんとか機嫌を保ってます今。そう、やばい、どうしよう、本当にツアーが近づいてきた。いいわ。え、もうめっちゃ怒られた。あの、何、絶滅黒髪少女がちょっとできなさすぎて、もうこれちょっと吉田ってそこ違うみたいな、めっちゃ言われて、もうめっちゃ、そう、ちょっと、あ、もうこれはやみそうになったけど、昨日思い出して、私は。え、なんか絶滅とユニットでめっちゃ怒れちゃった。そう。そうなんですよ。だからでも昨日があったから生きてます。コウタさんで、リンボスじゃなかった。ミラーボールありがとうございます。エダーさん入ってありがとうございます。まあそんなことあるよね。じゃけ自分今日焦ってから、そう、急遽レッスン場借りることにした。やばい、しかも立ち位置変わったけん、ちょっと絶対忘れそうな気がする。絶滅も苦手、もう分からん、何これ、ここ分かんない。そうなんですよ。コーチ、わしのペンライト生きてます。さすがに新幹線のトイレで踊らんかった。
いやだから明日頑張って練習します。私そう頑張りまーす。はあ、そう、いつ思い出したらやみそうになるか思い出しません。帝国海軍さん、小包みありがとうございます。昨日何したっけ。昨日行きの新幹線をずっとなんかボケーっとしてたら4時間経ってました。みーさんファイト、ありがとう。新幹線で生姜弁当食べて終わった。いや頑張る、ありがとう。でもちょっと嬉しいことがあったよ昨日。昨日ちょっと嬉しいことあってから、あ、このパジャマファンの人にもらいました。ありがとうございます。誰がくれたんかわからん。こんばんりんこん。でもね、昨日行きの新幹線でさ、違う、行きの東京駅で昨日さ迷子になってさ、マネージャーさんに救出された。そう、ちょっとこのパジャマもやばいな。ちょっといや狙っとると思うの本当にやだ。ちょっと昨日めっちゃ売れたもん、絶対狙ったでしょみたい。もういい、そういうことにしとこうって思う。ちょっとこれもちょっと隠そう。えんちゃんかわいい、ありがとうございます。そうモフモフ、ちょっとこれ油断してさこうやってやったらちょっと狙っとるみたいな、そうなるから。もう東京駅で自分迷子なの3回目なんですけど、分からん。そう、人多すぎて怖い。なんかそうなんかみんなとはぐれて迷子になっちゃった。そうなんかね、分かんない。そう、これじゃない。そう通ったのに、そうちょっとねもうちょっと狙っとるって思われたくないんです。嫌じゃない、なんか嫌じゃん、なんか。くんちゃん音符ありがとうございます。分からん、なんか人が、分かん、なんかね、東北、青森、山形地方、なんか改札が分かんなくて、なんか四方八方にあって、なんか山形青森方面の改札に行こうとしてた。自分山形に行こうとしとったんですよ昨日。そう、分かる、なんか東北地方、山形、青森方面みたいな、そこに行こうとしとったらマネージャーさんが違うよって言ってきて、そう。そう、東北新幹線に乗ろうとしとった。そう。危ない。そう、山形に行こうとしてました。なんか360度回復、分かりますか。そう、分かんなくて、危なかった。そう、よかったです。ちょっと欠席にならなくて。よかった。分かる？そこに行こうとしてました、昨日。そう。一緒の、そう。いや、やばいでしょ。話し会ぶっちして一人旅はちょっと、やばいね、それは。それはやばい人。山形、みんな山形行かんといかんの。無理。そう、東北行こうとしてました。それはやばい。そう。ちょっとダンスの話するんじゃなかった。ちょっと闇がこみ上げてきた。ダンスの話するんじゃなかった。忘れてたのに。東北行きたい。そう、自腹にならなくて。なんかね、新幹線で物なんか降りるの遅れちゃって孤立して、そうはぐれちゃってなんかなってました。黒髪が自分一番、やばい、ヘタレと黒髪がやばい、難しい。昨日思い出します。昨日思い出します。はい。千愛さんファイト、ありがとうございます。そうなんですよ、ギリンコじゃない。はい。はい。タレね、あれなかなかむずい、難しいです。なんか最近さ、なんかめっちゃ気管に詰まる、もう年かな、
トスカの帝国海軍さん、サルサありがとうございます。ダンスめっちゃ苦手なんですよ、めっちゃ苦手なんですよ。前髪切った、すごい、切った切った自分はね、昨日レーンのファンリンコ盗撮した写真をちょっとニヤニヤしながら見てるにやけとめっちゃ気管に詰まるの最近、なんか知らんけど、切符なくて、危なかった。じゃあ昨日そう、昨日じゃメールで送ったモザイクなしのやつをちょっと見てます。この人はこれだみたいな、そう撮った撮りました。そう昨日メールに送ったやつ、そう堂々とスタッフさん撮ってました。そう、わかるよ、アップしたら、あこの人はこの人だなみたいな、丸丸さんだなみたいな。体重ね、体重めちゃくちゃ毎日じゃないけどめちゃくちゃ増してますわかんない、普通に詰まる、なんかそうスタッフさんの携帯が高画質だったのでちょっと見てますそり口ねそうめっちゃ半人口写っとった本当、もう昨日めっちゃ細いって言われてめっちゃ嬉しかった。おー、だから今日ラーメン食べちゃった、どうしようみんなのせいあ、怪しいメール送らないと。そうなんですよ、でこの前のリアル話会も写真撮りました。ちょっと調子乗っちゃってちょっとラーメン食べちゃった今日の昼とね。フリーレはまあフリーレはね苦手じゃない、なんか割と覚えられるようになったけど、ダンスそのものが苦手です。なんか分かんなくなる、そう頭がおかしくなる食べる食べるわ、じゃあ食べるわ食べるわ、もう無理、我慢できん昨日ねめっちゃボディラインが出る服だった、そうね、じゃあ今日ちょっと皆さんウハウハでしたねでもそんなこと言われたらもう食べちゃうでね、そううちわで、そううん食べるわ、じゃあこの後ラーメン食べるわ、またラーメン食べる、すみれの大好きなカップラーメン食べますね。じゃあウハウハです、私は。いやもういいよ、広島のもう広島人は優しいからわかんない関東人も優しいけど、ファンリンコ優しいからね、多少太ってても細いって言ってくれそうじゃあけ大丈夫。そうだね、みんなは昨日の写真が見たかったと思うんですけど、ちょっとそうそれのやつだけね、ちょっと撮れなかったね、ちょっとまあまあすいません、はいごめん、ストレスないでください。はーい、いやもう褒められる、めっちゃ褒められる、嬉しい今日の闇が払拭された、今日しんどったもん、ほんともうマジで今日超えた、あどうしよう、ちょっと本当にやらなきゃまずいあ関西人ごめん関西人ごめんあ待ち分おらんかった、わかんない、おらんかったよごめん関西人の皆さんごめん優しい分かんない、なんかね写真なんかないのよ、もう写真撮らんから、撮らないんですよね私写真いじりたい欲がド S ですね、そういう人もいますようーん、まあ昨日の余韻で私はちょっと生きられる気がします、はいどうした、今日めっちゃ褒めてくれる、どうしたどうした今日、いや着替え嫌だよ、絶対嫌だよ、ちょっと嫌だよ、めっちゃ変態じゃん。たけさん卵か、かわいい、ありがとうございますそういいだよ、なんかねカメラのアングルが合わんくって台の上に乗った記憶がある、そうこんばんは、
適当いらんくない？適当いらん。もうねちょっとさちょっとコメントが全部読めない。すまん。そうなんです。私はなんだかんだねインスタちゃんとダイエット頑張ってるんですよ。皆さん褒めて。褒めて。今日もお昼ラーメン食べたからちょっと今日は夜食べてないの。でもこの後食べることにした。帝国海軍さん。小判ありがとうございます。ちょっと甘いありがとう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 。ちょっとさ、うさぎのご飯ダイエットに買うわ。あれ買う。そう好きだありがとう。そうなんでちゃんと頑張ってですよダイエット。いや無理。でももう食べるわ。私スミレ食べたくなってきた。セミレを食べたいと思います。この配信が終わったら。うん。モテまくりモテまくり。分かった。じゃあ次ちゃんと写真送るわ。忘れんかったら。猫のご飯はもう二度と食べたくない。あれはちょっと胃が臭くなった。いいよね。行きたい行きたい北海道。なんて文字入れたらいい？愛してる。愛してる。挑戦したいか。挑戦したいか。台湾の臭豆腐を食べてみたいみたいな。なんかめっちゃ褒められてる。調子乗っちゃう調子乗っちゃう調子乗っちゃう。なんで今日そんな褒めてくれん？ちょっと嬉しいわ。めっちゃ褒めてくる。うさぎのね、なんか味が薄いプリッツみたいな感じの味がします。そうなんか食べてみたい。なんかそうなんよね。そのように買ってけど結局行かなかったから置いてあるやつ。賢い率94% ぐらいかな。そうなんか臭豆腐なんか臭豆腐はなんか一回で高校のね合格祝いでねお母さんがね台湾連れてってくれた時に屋台行った時に臭豆腐が青しめるくらいそうあってなんかめっちゃ食べようと思ったけどちょっとあまりの匂いにびっくりして食べれなかったから食べたいっていう。そうなんかねなんて言うんだろう、なんかダメだった。なんか納豆とかのレベルじゃなかった。普通にダメだった。食べれんかったから食べたい。そう一緒に、いかんいかないよ。そうなんよ。めっちゃなんか無理だった。納豆とかのレベルでは なかった。そうなんですよね。パスワード口に出そうとしてた。危な。写真がない写真がないんよ。写真がない。どうしよう。ガチ恋増えたよね。昨日もなんか初めて来た人がちょっとガチ恋になったとか言ってきて、またガチ恋増えたじゃんみたいな感じ。はい、ネルオ。ネルオって男の人の名前みたい。嫉妬されるわ。どうしよう。写真がありません。皆さん写真送るわ。
昨日この前のスピン配信の時に撮ってた。ガチ恋という嘘をみんなに、いや嘘じゃないよ。嘘じゃないよ、ガチ恋なんだ。はい、ガチ恋の意味、ガチ恋、恋してる。でもガチ恋にならないように気をつけてる人もガチ恋なんですよね。はい、そうです。人気要素 82%。 信じて、いや信じない信じない、いじってくるから信じない。大体わかるんですよね。写真そう残してるんです。ちょっと見て、ちょっと見て見て見て。ねえ見て、めっちゃ可愛くないですか。え、昨日ねこれつけてたんですよ。もうこの昨日のために、昨日ガチ恋増やそうって思って買ったんですよ。めっちゃ可愛くないですか。え、わかる、お清め恋スプレー。え、可愛くないですか。で、可愛くの大好きなんですよ。なんかご縁を感じた時にそっとスプレーしてください。めっちゃ可愛くない、なんか恋が叶うフレグランスみたいな。昨日つけてたんですよ実は。ご縁を感じた時にそっとスプレーしてくださいみたいな。え、めっちゃ可愛くないですか。え、だからもうこれでガチ恋減らそうと思って。そう、え、パセリ持っとった。多分ね、ちょっと有名なやつ。匂い絶対そう。なんかね、京都の女の匂いがする。京都のいい女の匂いがする。なんか、え、パセ持っとんじゃん。そう、パセとさ靴下もそれだった。そう、え、怖くないよ。いや違う、これなんか、え、めっちゃ可愛いんですよ。ご縁を感じた時にそっとスプレーしてくださいって、めっちゃ可愛くない。よ、まあまあまあ、めっちゃいい匂いする。パセリとはなんだかんだお揃いな気がする。いい匂い。パセリが、あ、は、コミさん可愛い、ありがとうございます。そうそうそう、違う、もうこういう、え、めっちゃ可愛い。もうこういう、なんかこういうの大好きすぎる。なんかね、なんか 和風の着物の美人の女の匂いがします。そう、ちょっとご縁を作ろうって思って買った。そう、お清め、あ、そういうこと、お清め。え、かわいい。だから昨日はこれの効果があったのかもしれない。こんばんは、ガチ恋増えた、ガチ恋増えた。いや、ダメでしょ。いやいや、君たちはね、君なんかそう、自分ばっかなんかちょっとずるね。ちょっとムカつくから、ちょっとムカつくぞ。ちょっと自分もあれだぞ、自分出会い系アプリするぞ。みんなばっかりなんかちょっと他の子行ってさ、なんか自分ばっか切れてさ、ちょっとムカつくから出会い系アプリするぞ。ムカつくな。そう、ムカつくムカつく。いや、どうじゃダメでしょ。ガチくんガチくん、出会い系アプリ登録しちゃうぞ。赤とピン、あら、なんかムカつかん？なんかこっちばっかさ、なんかさ、ちょっと怒ってさ、ムカつくな、ちょっと。出会い系アプリか婚活アプリ登録するぞ。ゲンマさん可愛い、ありがとうございます。いや怖い怖い。ムカつくご。まあ怒られるね、でも。なんかムカつくもんだって。そう、本当にそう。でも怒られるね、バレたら。まあまあ、なんかムカつくもんだって。ムカつかん、なんか自分ばっかさ、ムカつくもんね。なんか自分ばっかさ、
なんか丸々のとこ行ったでしょみたいなさ、なんか怒ってさ、なんか自分ばっかさ、なんかほい自分ばっかりなんかちょっとさ、なんかムカつくムカつく、なんかなんかムカつくよね。ちょっとね、嫉妬ではなくちょっとムカつく。そう、なんかいやいいよいや違うよ、いやアイドルでなろう、ちょっとムカつくっすよ、ちょっとムカつくのは、まあ、冗談ですよ、はい、冗談ですよ違う、自分が本当に機嫌悪い時はこんなもんじゃ済んでないですよ、もっと激しいそう、あなたやりそうだから怖い偏見がひどいんよ、偏見が。それ婚活アプリ、え、なんか普通に調べたら出てきそうなやつ深夜さん卵ありがとうございます。ひどいんよ、冗談ですよ。そんな配信でさ、私婚活アプリ始めますとか言って本当にやるアイドルおらんでしょそう、今日機嫌いいんですよ。そう、おー、ほんと？だいぶでも偏見ないよ、自分。そう、いや、みんなの気持ちが分かるようになったんよ。そう、体だったんよ、自分ね、ひどいね自分ならひど、偏見ひどひどくない？めっちゃ偏見ひどいわ。そうなんですよ、ただこの機嫌の良さがいつまで続くか問題え、そうだ、ST 入る前はね、そう、偏見バリバリやったけさ、だいぶ偏見ないよ。そう、出会えるアイドル昨日の話か、こちらこそ。多分、いやでもツアーがあるので、まあ1週間待つでしょうよ。はい、ただリハーサルで怒られないことを願っててください、皆さん黒髪少女が本当にやばかった。もうなんで練習したんだけど、なんか自分が覚えてた立ち位置と全然、なんか自分なんだろう、なんか違う立ち位置覚えてた、なんか違う人の立ち位置覚えてたんですよ今日。めっちゃ泣いた、いや泣いてないけど心の中で泣きましたアホすぎ、なんか自分多分新芽の違う人の立ち位置覚えてて、それでなんか怒られちゃったもうガチ恋です、はい全然違う人の立ち位置覚えてた、最悪あーなるね、まあさ、3日ぐらいで消え、だから明日には切れてそう。そう、コーチそうねえ、ほんと週一でさ無料話しかしてほしいわ。週一で話しかしたらみんなのお財布が持たんから、ちょっと無料でお願いしたい。それじゃあ商売にならんのは分かっとるけどさ、ちょっと私の機嫌モチベーションを保つためですよ。モチベーションを保つために週一で無料話し会を開催してほしいでございますそうなんですよ、レッスンで、いや、いつもいい子ですよそう、まさにビンビン。そう、え、で無料いいよね変えてない、無料なら、ならってなんか安い女みたいなみんなの財布が持ったんじゃん、なんかちょっとじゃけさ、ちょっと無料でやってほしいわ。え、いいでしょ、だからで運営さん、いやそれ商売にならんがなって言われたら、いやちょ、私モチベーション持たないんでお願いしますよみたいなって言えばいいんよ。あ、でもな、そしたら有料の方来てくれんくなりそう、まあ、そこはまあ任せます、はいふふ1秒1円、いや安いの、安い女やいくらでも話すわ、焼肉奢ってくれるんやったら、だったらふふ、無料で一人
5分。いいわ。帝国海軍さんだぜば、ありがとうございます。そうで絶対無料ばっかり来るようになる。そう5分で、え、いけるいける。え、でもさ、何かさ、千葉県遠いわ。ちょっと昨日めっちゃ移動で死んでた。としやさんとこありがとうございます。でもさ、そう、昨日さ気づいたことがあったよね。そう、あと昨日気づいた、そのごめん誰だっけって言ったらみんなが優しかったことと、ともう一個気づいたんですけど、なんか SNS とかでなんかめっちゃ何なんかこの人なんみたいな人が、でも実際会ったら優しいっていうことに昨日判明したんですよ。安田さん、卵ありがとうございます。その2つに気づけたんです昨日は。ね、でもね、ちょっと関東の皆さんいつも広島来てくれるので、たまにはちょっとね行かないとね。ただ結構きつかった、4時間は長い。そう、そうな、なんか この人ネットじゃめっちゃシャってるなみたいな人が実際話したら、なんか普通に優しい人だったみたいな。そうギャップなんかわかんない、なんかやっぱ実際ね、ちょっと話さんとわからんことがある。そう、なんかこの人ちょっとツイッターではなんかめっちゃ言うなみたいな人も、実際話したら普通のいい人だったみたいな。そう、ネット弁慶。そうね、普通に優しかった、びっくりした。そうそうだからね、そうでね、昨日さ5時間目が終わって休憩時間にエゴさせて、それを6時間目来た人に言ったら引かれました。皆さんエゴさほどほどにしてきは引かれました。え、なんでし、なんかだけ多分その人が5時間目の感想をツイートしたのを、私が5時間目の後の休憩に見て、6時間目でえツイッター見たよみたいに言ったら引かれました。引かれちゃった。もう、ま、いつも引かれる。そう、喜んだかな。あ、ツイート、あ、見た。そうだよ、引かれちゃった。ちょっと引かれました。で、1週間前ぐらいのその人のプライベートのツイートを、あ、大丈夫よみたいな言ったら、そんなとこまで見とみたいな、めっちゃ引かれちゃった。やばいネットストーカーになってる。そう、喜んでるかな、そうちょっと引かれてないかな。いや、だって見たいじゃないですか。そう、引かれてないかな。え、そう、プライベートとか。そう、ちょっと引かれてないと大丈夫かな。なんかたまに引かれる、大丈夫かな、ぬら、そうかな、大丈夫かな。そのエゴさ話しかけても、いや大事よ。大事ですよ。え、ちょっとね、ちょっとやばい、引かれちゃう。え、引かんで、さあ、で昨日とかもなんか昨日初めて来た人がさ、昨日の夜にツイッターフォローしてきて、早速掘ったっていうね。寝ろ来た。え、引かんでちょっと言うま、思ってても言うま、引かれるわこれ、ガチで引かれる。そう、別赤、いや別赤も見つけそう。え、そうえ、あ、この人昨日来た人だって思って、ちょっと早速掘りました。掘りました。いや、家の前それはせんよ。そん、さすがにちょっとストーカー。そうそう、で昨日ツイートしたやつにも、今日は初めましてありがとうみたいな人も、ちょっと早速掘らさせていただきました。ありがとうございます。別アカなんかね、すぐ見つけられますよ。はい。なんかメール来た。別アカまでおかけ。いや、ちょっと別アカ、いや、本音が知りたいんよ、私は。私はね、本音が知りたいんですよ。そう。そうでね、自分は誰、みんなが
いいねまで見てるので、みんながちょっと最近この子にハマってるんだなみたいなのもちょっとわかる。どこを掘る、え、いいね欄とか結構見ますね。例えば最近この子のツイートよくいいねしとるなーみたいな。なるほどねみたいななるんですよ。そう、そう、そうですね。見るのよね、見ちゃうのよ。そう、いいねも見るし、アットマークトスとかも見る。そう、メンバー全員、あ、そういう人も、そういう人はね、あ、いいんですよ。そうそうそう、じゃ本音が知りたいの。いやだって、なんか今日リンク面白かったみたいなツイートされても、裏では全然面白くなかったみたいな思ってるかもしれんじゃん、じゃけさ、ちょっと見るんよ。そう、いいねは記録か、嫉妬嫉妬嫉妬。そう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 、ああなるほどね、この子は、じゃあこの人はこういうタイプが好きなんだねみたいな、ちょっと鍵かけんでよ。そう、いや、ちょっと、いや、ちょっともうちょっと昨日引かれたので、いや、ちょっともうちょっと抑えようと思う自分。そう、そう、自分さ、そう、今日さ、なんか天皇陛下、なんか、この前の、平成時代の天皇陛下さんが、なんかかっこいいみたいな、なんかツイートに、そう、公式でいいねしてしまって、あ、なんか奥さん、ちょっとなんて言うんだろう、わかんない、奥さんになんか傘さして肩濡れててかっこいいみたいなやつのツイートをちょっといいねしちゃって、そう、みんなが嫉妬するわって思っていいね消した。はい、皆さん我慢してください。そうです、私のモチベーション、いや、なんか嫉妬するかなって思って、いや、やばい、ついにしちゃったと思って、ちょっと消した。そう、そうそうそう。そうだよね、昨日なんかね、そう、明日嫉妬するかなって思って、ちょっといいね消しましたよ、ちゃんと。いいな、普通に、天皇陛下さんかっこいいねと思って普通にいいねしたら、あ、ダメだ、みんな嫉妬するわと思って、ちょっと消しました。違う、でもさ、違う、この前さ、聞いて、この前さ、なんかさ、プロモーションみたいな、ある、千尋さん肉ありがとうございます、なんかプロモーションみたいなやつで、なんかあのジャニーズさんのなんか広告動画が出てきて、なんか手が当たっていいねしちゃったんですよ、この前で、それ気づかなくて、なんか気づかなくて、でなんか5分ぐらい経って気づいて、やばいやばいと思って消したけど、とバレてなかった。ホキンさん、ハートありがとうございます。そう、危なかった。全然、なんかたまにあるんよ、プロモーションみたいな、なんか、え、そう、焦った。ジャニーズさんのちょっとやついいねしてしまって、ちょっと、あ、やばいやばいと思って、そう、多分そう、なにわ男子さんの、そう、なんか広告動画みたいなやつをちょっと間違えて当たって気づかんくって、そう、めっちゃびっくりしちゃった。そう、そう、やばい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 、いやー、嫉妬。嫉妬、バレてない。そうそうそう、やばい、嫉妬、やめて、ね、無意識、やばいやばい、いやいや、ふー、あ、嫉妬。違う、広告です、広告、プロポーション、プロモーション、え、出る、待って、やめて、違う、すぐ嫉妬する。そう、言うんじゃなかった。余計なこと言った。じゃ、本当に、もう本当に、じゃ、余計なこと言ってしまった、言うんじゃなかったな、バレてなかったのに。バレてらんかったのに、そう。やばい、やばい、ゾワゾワし始めた。あ、言う、やばい。
やばいやばいやばい、ちょっとざわざわし始めてます、し始めました、ちょっとプロモーションプロモーションね、やめてやめ、え、全部違うよ、公式ですよ皆さん。やばい、ざわついてきた、どうしよう、余計なこと言うんじゃなかった、バレてなかったのに、そうやばい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 、まあ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 、まあ、大丈夫大丈夫です、はい、やばいなねえやめて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 、やばいな、ちょっと怒られちゃう。ねえやだ、嫉妬してるじゃん、嫉妬怖い、嫉妬嫉妬やばいっすね、ちょっとねえやめてやめて、あやばい、みんなのちょっと、みんながやむわ、みんながこの後ツイッターでちょっとりんこちゃんなるほどねみたいなちょっとツイートしてくるわ、やばいわやばいわうわんさんお肉ありがとうございます、肉やばい、ガチでやばい、もうなんで私この余計なこと言うんだろう、え、バカ、え、バカすぎ、バカすぎん、バカすぎる、え、ほんとバカだ自分、え、なんでバカなの、あ、もうやうバカバカだ、言うんじゃなかった、もうほんとバレとらんかったよね、やばいやばい、いや、みんながやみは、やばいやばい、みんなが一斉に鍵あかにし始める、やばい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 、いや、やしやし、いや、そう、やし、いや、なんで、なん、自分は、なんか自分悪者みたいな。なんでよ悪者みたいになってる。やばい。いや、だって誰、ちっちゃい。いやいや、しや、そう、みんなが一斉に。え、そう、みんながこの後、鍵あかにし始める。やだー。やばいな、ちょっと、いやいやいや、なんでこんなバカなんだろう自分、え、本当に余計なこと言いすぎじゃない、え、自分最近めっちゃ余計なこと言ってる気がする、いやか、いや違う、いや、やめて、え、ちょっとやませたい、みんなやませたいんですか、そう、え、でもなんかその例見れんかった、なんか普通に見るの忘れてました、リンコは B 線、うん、そう、やだ、リンコのモチベーション下がったみたいなツイートされたらどうしよう、最近でもないから、え、それ褒め言葉になってないんだよね、それ褒め言葉になってないんだよねえ、なんでこんなさ、え、自分余計なこと言いすぎじゃない、ちょっとはさ、ちょっとはさ言うの我慢しようよ自分え、アホすぎる、どうしよう、なんでこんなバカなの、ちょ、頭は悪すぎるんよ自分、ねえ誰誰、いや、やめてやめて、そう、いや私はもう昨日のことを思い出してやみません、余計なこと言いすぎ、マジで言いすぎる、みんなも、え、それは知ってるんですよ、昨日のみんなの優しさびっくりしたからね、なんかみんな普段は結構さ優しくねえな優しくねえなと思いよったけど、普通に昨日なんか優しかったっけ、まあはい、わかりました、病んでないです、病んで、昨日思い出してます、そう、え、そう、なんかいつもショールームのコメントではなんかちょっとさ、そう、ほら恐怖を感じましたとか言ってきて、え、炎上するなワロタみたいなって言ってきて、ほんとこいつら全然優しくねえなみたいなちょっと思いやったけど、普通に昨日優しかったから、まあこんなもんかみたいななりました、え、そうだよね、ネットじゃちょっと生きる人が多いことに気づいたどうですかなんでよ何に悔しがるえ、自分昨日優しかったでしょ、そう、自分も配信では生きるんですけど、だからみんなの仲間、私もそう配信でいじるんですよ、あ、生きるんですよ、はい、ただリアルで会うとちょっと優しいみたいな、私のみんなと同じ、そうやばい、ちょっとこの後マネージャーさんからちょっとお怒りラインが来たらどうしよう、
SNS 苦手ですよね、リアルだったらそうなっちゃうよね。そうですよ、優しいんですよ。そう、おねえ話し会よりもリアルの方が優しい。まあおねえ話し会も優しいけどね、どっちも優しいよ、どっちも優しいです。ちょっとやばい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 。オンラインは、オンラインはまあリアルよりかはちょっとシャシャります私おとなしめ、そうです。ラーメン食いたい。ゆうさん卵ありがとうございます。握手会ね、握手会ね、にぎにぎねあ、食べたい食べたい、ラーメン食べたい。あ、もうみんなのせいで言葉遣いが汚くなっていくすぐみんなのせいにする。え、そう、あの話し会昨日終わった後ちょっとみんなにおごってもらおうと思って、味噌ラーメンです、味噌ラーメンです。いや、私はもう1枚からでも楽しみますと、ここでちょっと匂わせを入れる。あ、なんかちょっと小指がかゆいな、なんかちょっと小指がかゆいな、うん、なんか小指がちょっと、あ、ちょっと鼻の横がちょっとかゆいな、なんかちょっと鼻水が、ちょっと鼻水が出るな。はい。じゃあ、ほじって、ね、鼻の横、どう見ても鼻入ってないかな。そう。入ってないよ。ちょっと、目がかゆいかな。ほじってない。ねえ、そういうことじゃない。匂わせ。え、この、え、え、あ、やだ、見えてた。そう。目についてないよ。嘘だ。なんかちょっと匂いますねあれちょっと、なんかちょっと鼻がこれで、ね、ほじってないやめてやめて、いやほじって、ねえ配信中に鼻ほじるアイドルおる？おらん、自分でもせんよそんな。いやほら、ここをこうしてるの、な、穴に入ってないですから。はい、穴に入ってませんからでもさ、なんかね、今日さ、でもなんか今日さっきなん か髪の毛をさセットしよったらさ、なんかここがさ、なんかめっちゃ赤くない？え、めっちゃでかいニキビできた、最悪って思いよったらさ、なんか赤い鼻血だった鼻血赤い鼻水だったそう、めっちゃびっくりしたえ、小指で鼻ほじったらセーフの、初めて聞いた。で、また余計なこと言う、また余計なこと言う、違う、花粉症なんですよ。そう、なんかね、鼻血じゃなかった、赤い鼻水だった、血じゃなかった。そうね、やめてやめて、うざい、そういうとこよ、うざいなんかね、透明じゃん、鼻血って、赤い鼻血だった。そう、粘膜弱いんかも。ねえやめて、そういうとこ本当にうぜえな。ちょっともう昨日のこと忘れそうえ、ようある。でもなんか花粉症とかめっときめっちゃ鼻血出るちゃんと同じ長さです。ねえ、ほら、花粉症の人あるあるなんですよ皆さん。決して鼻をほじりすぎたから鼻血が出るわけじゃないんですよ皆さん。その小学生の考え方やめましょうね皆さん春と秋にめっちゃ鼻血出るこんばんは。ねえやめてやめて、小学生男子か、もう中学生通り越して小学生なんよ。そう、いやいや、ちょっと私もショールームでシャシャってし、でもみんなもショールームのコメントでシャシャるけん、自分もショールームでシャらしてなそうそうそう、粘膜弱いんですよ。そう、あ、ちょっとシャシャるじゃん、そうやって
はにゃはにゃの話はにゃごめんなさい。いいよいいよ、そんなごめんなさい、許します。はい、じゃあちょっと私も写真ります。はい、へえ、昨日、うん、チョコ、え、チョコあんまね、なんかもう、はにゃ、え、不倫、分からん分からん私がしゃしゃったらもっとなんかね、多分うざキャラになると思う。そう、運転に集中しなさい。あのあとはね、あのあとなんか終わったらなんかなんだっけ、終わったらなんかすぐ帰るよって言われて写真撮れなかったんですよ。昨日始めました、いました。そうで、その始めましたですね、久しぶりって言っちゃったの一人ごめんね、もう忘れないから、わかんない。まああと2回顔見たら覚えるよ。そうえ、だいぶ久しぶりじゃないって言ったら、いや、はじめましてですって言われそう、あ、嘘と思って、え、ごめんって言って、いや、まあまあ、あとまあ、え、さすがにちょっと、そうなんですよ。そう、すまんね。そう、いや、なんか久しぶりだなと思って、久しぶりだねって言ったら、あ、はじめましてですあ、ごめんってなってそうで、その人優しかったんよいや、はじめましてだよみたいなえ、ごめん、え、じゃ次来たら覚えるよみたいな言ったら、で、え、何歳って言ったら、何歳ってなって、で、そう、優しかったから、まあ良かったです。はい、そう、あるあるなんですよ。そうそう、勝手になんか見たことある顔だなって思ったんよ。なんかどっかで見た顔だなって思って、久しぶりって言ったら、初めましてだったえ、一応ぼかしかけといた。いや、年上でした。いや、私まだ説教されたことがないので、ちょっと、え、でも私説教されたらちょっと説教仕返しちゃうから、ちょっと良くないですね説教、まだそのお話し会とかで説教された経験がないので、あ、ホリホリ、当たり、もう私はもうホリホリしました。ちゃんとリンゴノートでも書きましたので、はい、そうなんよね、あ、ごめんね年下の数名いる、数名、そうなんですよ。ちょっと説教されたら説教仕返しちゃいそうで怖いで、まだその説教されたことはないです。はいそう、最近たるんだなみたいな言われても、全然、は、どこ見とん、全然たるんでないわみたいな、ちょっと司会、そう、口喧嘩大好き、なんか負けたくないから、だからお父さんとかというか口喧嘩するんですけど、絶対負けたくないから、ちょっと YouTube とかでひろゆきさんの動画を見て論破の方法を学んだりしてるんですよ。そうそう、え、口喧嘩で負けたくないんですよ負けたくない、そう、口喧嘩好きで、そう、負けたくなくてそう、論破を勉強してます。いや、怒らない、そう、褒め言葉よ。え、ちょっと勉強しとこう、いつ説教する人が現れてもいいようにそうえ、そうだよね。え、なんかおすすめに出てくるんよ、勝手に、だけ見ちゃうの。そう、負けた方が可愛い。いやいや、もうそういう次元じゃなくなってしまった。そう、まあ勝手に出るということは、まあ見てるってことですよね。はい、わかり、見てますなんかおすすめに出てくるから、ちょっと見ちゃう。そう、
え、見てる見てる。でも私ももう19年生きてますから、大体世の中の仕組みは分かりました。そう、切り抜き編集されたやつ。YouTube でメイク動画がおすすめに出てきたことって全くないです。なんか本当に変なやつばっか出てくる。ツイッターしてない、してない。でも19年生きましたから世の中の仕組みは大体分かりますよ。いやもう体感50年ぐらい生きてる気がする。いや分かってます分かってます。はい、なんかね、なんか今日 YouTube でおすすめに出てきたのは、なんか歩きスマホして池に落ちたみたいなおすすめに出てきたから見た。自分の検索履歴ちょっと出たら、流出したらやばいやばいことになりそう。まあ、でも大丈夫か、そんなやばいことは調べてない。うん、え、見た、なんかなんかスマホ、歩きスマホ知ってたら、そうそう、中国のやつ。なんかおすすめ出てきたからなんか見ましたぐらい。そう、でも今日そんな、全然今日ちょっとやんでたからね、ちょっと携帯そんないじってないんですよ。そう、なんか靴が飛んでやつを見た。そう、それしか見てない。でも今日はおすすめ通りに行動しよう。え、見た、みんなもみんなめっちゃ見とるよね。そう、それを見た。そう、本当にもう精神年齢大人になりたい。ぽよん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 、やだ、そういうこと、そういうこと。どういうこと、え、待って、自分の思考が おかしいってこと。ちょっと理解した。え、自分なんかちょっと怒られたらすぐ病んじゃうんですよね。リスト、え、作ってない、作り方が分からん。そう、まあまあしゃあない、ちゃんとした練習します。練習して怒られないようにします。どういうこと。いや、みんな自分のことを子供扱いしてますけど、私も19歳ですから。はい、え、そんなに読んでない。 いや、昨日のことを思い出したらちょっとやまなかった。昨日を思い出して余韻に浸って今日は乗り越えました。はい、じゃあね、ちょっと今日配信しなかったらさ、と みんなのさ、多分みんなもモチベーション上がってると思うので、ちょっとね、はい。欲しいものリスト、欲しいものリスト、欲しいものリストない。いやいや、もう19って言ったらもうだいぶ大人よ、みなさん。ね、いらんのんよ、大人っぽい、やいらんのんよ。そう。いや、オタク研究家としてやっぱりみんなのモチベーションをいかに保つためには、ちょっとね、今日配信しないわけにいかぬと思って、ちょっと配信したんですよ。わかります。そう。え、でも全然そんなすっごい病んでるわけじゃない、ちょっとガビーンみたいな感じになっただけ。そう。この前のクッションなんだっけ、あ、なんか犬のぬいぐるみです。でも結局落札できなかった。なんかね、大きいぬいぐるみ欲しかったけど高かったからやめた。あ、いいね、あ、ねえ、いい論文、今度まわめで書こうかな。そう、自分ね、結構みんなの気持ちもだいぶ上がると思う。そう、久しぶりの配信ありがとう。久しぶりの配信、久しぶり。でもな、昨日も言われたわ、りんこちゃんが一日配信しないだけで病んじゃうとか言われたわ。やばいね。いいね、研究発表いいですね。え、そう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 、まあ、ぬいぐるみはね、でも買っても部屋の中で散らばってかわいそうなことになるだけじゃけさ。そう。本当は買う方がいいけど欲しかったね、めっちゃ可愛かったから。なんだろう、でもそのたくさんのタイプによるんですよね。メンヘラ製造、
散らばってちょっとそうかわいそうなことになっちゃうからラーメン食べたい。マユチャンシーねしてないけどほぼほぼしてる。みんなのモチベーションともえらーい、えらえら、え自分さなんだかんださ配信正直配信だるとか思うけどさ、えなんだかんだ毎日それ偉くない？でほら余計なこと言うんよ、余計なこと言うま。だいたい3パターンに分かれることに気づきました。自分のファン人口だけだけど、そう収録はやってます。そうえらーい、いつ配信するまでがダリンだ。もうこれは毎回言っとるけど、そう配信し始めたらまあ、楽しいからなんだかんだ2時間とかやるんですけど、いいんですよ。東大行きたい。なんだろう、なんかね、なんか一言じゃ表せられない。そうお風呂と同じなんですよ。配信し始めたらなんだかんだなんか自分最近30分配信とかしてないけどなんか長くなっちゃう。そうなんかね自分ばっかね、そうなんかみんなも顔見せてコメントしてくれればいいのに、なんか自分ばっか顔見せてちょっとずるい。はい、やまなくなりますか。もうお高町モチベーションにしたいです。朝配信はだるすぎるよ。そう最近そうやばい、終わらなきゃ。もう自分ばっかちょっと顔見せてさ夏ずるいわっていつも思う。そうですね。ああ1時間以上配信すると肩が凝る。わかる、みんなのニヤニヤ顔が好き。だってねそうよ、顔見て話さんとわからんからね。それ顔見んと分からんから、そう顔見せたらコメントできん。じゃあもうオンラインでも何でももうね、とかもう握手してよくない、こっそり握手してよくない。えもうだってさ東京とかさ、でもさだってもう数人ですよね。なんかもう握手してよくない。小声、もう握手してよくないですか。ってかもうちょっとせめてもうちょっと近くにやっていただいて、ちょっと、ま、マイク聞こえづらいんですよあれ。もう握手してよくない。まだダメ。それじゃワクチンちょっと予約する、もう決めた心に。まだしてない。まだしてない。そうじゃあもうまだダメ、まだダメ、まだダメ、まだダメ。ああなるほどね。まだダメか、まだダメか、まだダメか。もうちょっと近くしていただいて、そうまだダメか。そっかそっか。なしけんさん、全然一人人おった。くし会は1回だけ入ったばっかりの時にイベントでやっただけなんですよ。そっかそっか。ちょっとあと何年したら握手できるんかな。あ、匂わせ。匂わせ。そう。さ、そう、なんかさ、ムカつくんよね。だってさ、なんか、台湾とかの時に、その台湾の方のアイドルさんとみんなチキ取ったみたいなの言ってて、くっそムカつく。くっそムカつく。超ムカつく。ムカつかん？なんか、何チキ取ったみたいな。超ムカつく。そうもだって結構今まで対バンとかさせていただいたんですけど、もうなんかクソムカつく。いやいや、休まんじゃない、ムカつく。ムカつくね、ムカつく。そうそうそう、ずるい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 。ちょっと口が口が、こっちだってさチェキ取りたいんですよ。我慢してるのに。
しょうがなく、何がしょうがない、何がしょうがない、どういうこと、何がしょうがない。いやいや、こっちだってチケット取りたいんですよ。はい、我慢してるの。私だってチケット取りたいんですよ、我慢してるの。なのになんかチケット取っててはみたいな、ちょっとムカつく。ねえ、いいな、いいな。いやいやいや、まあまあ許すよ、許しますよ。でもツーショットチェキの経験がないんで、ちょっと経験したい。あねえ、むかつく。自分多分手ビンタしてそう。いや、これは嫉妬じゃありません。嫉妬じゃない、これは怒り。ピスケさん、かわいい、ありがとうございます。チェキでハート作る、いやいや、ムカつくんよ、ムカつくんよ。何ハート作ったん、ムカつくわ、ほんとに怖い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 。いや、女違うんよ。え、なんかさ、なんか結構他の、私結構 STU のファンの人じゃない、あのアイドルオタクさんのツイッターとか結構見るんですけど、なんか牛してチェキ取ってたりして、みたいな、牛してチェキ取ってて、なんか愛してるよみたいな書かれてて、はってなった、えみたいな、すごいすごいね。そう、牛しててチキ取ってたから、えっ、ってなった、めっちゃびっくり。そう、え、恥ずかしい恥ずかしい、いやいや、ダメですよ。そうそう、なんかしかも壁ドンとかしてた。そう、いやいや、無理だけどね。そうすごかった。そう、すごいね、いいね。いや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 、無理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 、自分は、まず自分は握手しなさいって言われても、ちょっとできる自信ありません私。ロッカさん、バラありがとうございます。え、無理じゃない、いや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 、無理無理無理、ちょっとはずい。はずい。知らん知らん。いや、何度も良くない。そう、え、じゃあ握手会はちょっと心の準備が必要。いや、再開してほしいけど、ちょっとまだ心の準備ができてないんですよね。そう、いや、いいんよ、ちょっと他のメンバー可愛くて、いや、そう、いやここは私のことだけ褒めればいいんすよ。分かってないな、止め心分かってない。止め心分かってないんですよ、ほんと。そうやってすぐそうやってなんか嫉妬させようとする。結末ね、どえ。え、いやでも昨日今日も結構緊張したりしておった、嬉しい。スベベね、どうしよう、何も考えてない。どうしよう、ヒテリンゴしか知らない。あー、すごい珍しい、乙女心分かって、なんかコメントで「まるまるちゃん可愛かったね」みたいな、「まるまるちゃんとの話し会楽しかった」みたいな言われたら「は？」みたいな。なんで自分にわざわざ言ってくるみたいな、自分知らんかったのに、なんか言ってきてなんかちょっと「は？」みたいな感じ。分かんない、スピーピー全然何も分かんない。そう、アイヌマ通ったんかな、わかりましただけ来て、そっから何も進展がない。そう、ゆかちゃんか、え、かえ、え、本当？でもね、多分嫉妬させたいんだろうね、みんなの魂胆丸見え、嫉妬させたいんだろうな。なるほどね。嫉妬させたいんだな、ちょっとムカつくな、自分もどうにか嫉妬させよう。弟とさツーショット撮ってさ、
モバメにさ何ちょっと遊びに行きましたとか写真撮ってさ、ちょっとあえて弟って書かずにさ、ちょっと嫉妬させようかなでムカつくから、そうえ、いやいやいや、じゃあ次は敬遠って引っかかりました、いやこれ弟ですって言ったら通るじゃん多分、じゃけそう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 、で後から載せ忘れてたんですけどさっきの弟ですみたいなってやろうかな、ちょっと私ばっか嫉妬してなんかちょっと腹立つからマネネに言われたら、あ、弟ですって言ったらいけそう。でもね、昔あったんよ、昔ショートカットの女の子とのツーショットを写真撮って、なんかそのショートカットって分かるようにモザイクかけたら男とツーショットだみたいな一回あった、結構昔に。そうなんか自分ばっかりじゃあまたそのショートカットの女の子と写真撮ってね、ちょっとやろっかなえ、あった、覚えとる、なんかめっちゃ初期の頃にあったんですよ一回一回あったんですよね、ショートカットの友達と写真撮ってモザイクかけたらなんか男かってなった、え、そう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 、留学の時のも、そう、あれはね、あれは普通中学の時の同級生の女の子、いやどう考えても女じゃろ、ショルダーバッグかけといてんで女じゃろ、みんなすぐにそうやって嫉妬するいやなんかこっちばっかりなんかちょっとムカつくなって思って、はい、帝国海軍さん誰もありがとうございます、弟とね全然顔似てないです、はい、え、そんな全然なんかね自分は何とも思ってなかったけど、そうまあね、こんなね、こんなこと言っても自分のことをしてくれる人おるんじゃけさ幸せですよね自分がさ、なんかこんなさ、自分がアイドルのファンの人だったらさ、自分みたいなアイドル絶対押したくないもん、やだこんなさ、なんかめっちゃムカつくとか言ってるアイドル押したくないもん、そうありがたいですねっていう、そう昨日それお母さんと話しよった、昨日帰るときに、そう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 、意外と減らない犯人かそう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 、で昨日さ、でね、昨日お母さんにね帰りの車の中で、え、今日いっぱい人来てくれた、なんか嬉しいみたいに言ったら、あ、なんであんたみたいなアイドル好きなんかねって言われて、確かにってなりましたそう、それでいろいろ考えたら、あ、確かにねと思って、お母さんめっちゃ言ってくるよ、お母さんがさ、そんなこと言ったらあんたファンの人減るよみたいな、めっちゃ言ってきてさ、それでいつも喧嘩するんですよ結構お母さん毒舌だから、そうで昨日自慢したんですよ、自分帰りの車の中で、今日いっぱい来てくれたわみたいに言ったら、なんであんたみたいなアイドル好きなのちょっとわからんわみたいないや言われたけど、まあ確かにってなった、そう確かにってなった、もう今日も口が悪い自分、もっと昔は口良かったのに、そう謎謎本当そんな、でも今日めっちゃみんな褒めてくれる、ありがとうそうよ、めっちゃお母さん独立期ちょい言ってくるもん、そう、え、そうだよね、なんでかね、ちょっと私もわかんない、そう、いや昔はなんか もっとちょ昔の配信の動画を、まあ、YouTube かなんかでちょっと掘って見ていただければわかると思うんですけど、え、なんか全然もっとこんなんじゃなかったよ、なんかもっと口良かったもん、いや、うん、なんかもっと、ま、もっと良かった、なんでこんなんなったんだろう篠田さん可愛い、ありがとうございます、ありがとう、うわー危ない危ない、そうだったよ、そう。そうですよね、あの頃はねみんなのことまだ知らんかったから、そう口悪くなってからおしゃれ、ちょっと変な人じゃん変わってますね
変わってるねみんな。ああもうちょっと上品になりたいな。え本当？ケンマンさん可愛い、ありがとうございます。あでその時は猫かぶってたけど、そう初対面で着る？そんなことないよ。そんなことないよ。性格は悪くなりました。絶対悪くなった、性格悪くなった。昔の方が性格良かった。そうみんな変、なるほどね。あなるほど、反応みたいな、なるほどね。自分もちょっと一回おとなし、ちょっとまあ配信で頭かくな、髪洗ってない人みたい。頭かゆい、ちゃんと昨日シャンプーしましたよ。ちょっとお上品になります。はい、え悪い性格、いやもう洗った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 洗いました、入りました。家族に来て、あなんか自分の匂いがする。スペイン名懐かしい、確かもうね、もうなんか最近はなんかもう調子乗っちゃってるので、自分なんか別に口悪くても全然ファンの人減らんってことに気づいて、もうめっちゃ調子乗ってるからちょっとやばい。そう自分で自分で自分に危機感感じてます。自分の方向性、もう下品系アイドルになり始めてるなって、ちょっとマジ危機感やばい。え、だ下品系アイドルだけは避けたい。そうちょっとお上品になりますね、姿勢正しく。やばい。そうちょっとマネージャーさんにさ、私清掃系になりたいんですよって言ったら、いやいやちょ下品系アイドルになり始めてるみたいな見てと思って、ちょっと焦ってる。そうえちょ下品系アイドルだけは避けたい、ちょっと。はい、バーシモンさんかっこいい、ありがとうございます。えやんない、そう話から全然清楚系なんです。配信だけ調子乗るの本当に。あまだいける、まだいける、まだまだいける、そうまだいきます。もうなんで、あいけた。はいちょっと上品になります。そうなんですよ、あブリッコになる、上品とブリッコは違う。はい、おとなしめ、おとなしめ系配信苦手系アイドルになろう自分。はいそうなんですよ。えそうなんですよね。いやいやもうそんなことないですよもうね。はい、なんか今日は今日はレッスン行ってて、はい、あ声、あなるほどね、このあうんちょっとはい、今日ね、私はちょっとレッスン行ってました。今日も配信来てくれてありがとうございます。滑舌悪め、もともと滑舌悪いわ。もともと滑舌悪い。そうなんですよね、なんかで今日なんかで今日お昼にラーメン食べました。はい、もうオーディションの気持ちを思い出す。じゃタンじゃないよこれは、違う、何詰まるのよ、タンじゃないです、タン出ません私、タン出ません。あはい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 。今日味噌ラーメン食べました、この後もラーメン食べます。そうラーメンばっかり食べてて、そうどんなこと考え、レッスンでもう振り覚えることにしか集中、振り覚えることにしか集中してないです。もう滑舌が悪い、なんかさもともと滑舌悪かったのにさ、な強制して余計滑舌悪くなった、泣きたい。あはい。そうラーメン連チャンしちゃう、篠田さんにはありがとうございます。タンじゃないってね、やめて、でもめっちゃ下品なんよ、タンじゃない。タンじゃありません皆さん。
味噌ラーメン、味噌ラーメンってこってりこってり脂肪増し増し系味噌ラーメンを食べました今日は。はい。やばい、もう食せ、まあ、最近はブラックサンダーのいちごと ラーメンとかばっかしか食べてないからめっちゃなんか口周りがなんか荒れてきた、やばい。そうだから今日チョコラ BB3 本飲んだ。やばいよね、もう どういう食生活しとるんって感じ。そう、油増し増しのもうこってり濃厚ラーメンみたいなのが好きだから。そう、いい、そんなことないよ。そうでチョコラ BB3 本飲んだ。やばいの、なんかちょっとなんかポツポツしたのができちゃったから、やべ、チョコラ BB 飲まないとと思ってチョコラ BB3 本飲みました。で後から横後ろの注意書き見たら1日1本ですって書いてて、あーまあいいやってなった。そう、自分絶対さ、絶対ラーメンになったら絶対めっちゃお酒飲むわ。もう自分で分かった。自分絶対お酒いっぱい飲むわ。絶対飲むよね自分。そう、チョコラ BB にめちゃそう聞くけんめっちゃ頼ってる。そうそうなんよ、チョコラ BB3 本でけんさ600円ぐらいした、やばい。野菜嫌い、日本酒めっちゃガボガボ飲みそう自分。やばいな、ちょっともう一生未成年でいいよ。テキーラいきそう。そう。やばいもんね、自分未成年でいいと思う、一生成人しないでいいと思います。はい、そうだよね、そうだよ、お酒飲んだ後配信できんけんさ。そう。やばいね、ちょっと今わし今45キロなんですよ。はぁ、でもラーメン食べるから絶対46キロいったと思うけど。もうちょい、あー分かんない。オンライン飲み会ね、確かに。じゃあ待って、タワーのお礼しますね。そう、わし偉い。わかんない、どうだろう。でもね、お父さんが酔ったら結構すごいデレデレしてきてする人なんですよ。だから自分大切なお父さんなんですよ。だからもしかしたらデレデレになるかもしれん。そう、わかんない、でもどうなんだろう。でもお父さんお酒弱いから私お酒弱いかもしれない。なんか、なんで。はい、なんかもう私も一生未成年でいい気がしてきた。そうそうそう、人前、そうなんですよ、体質がめっちゃお父さんなんよね自分でも。話し会前、お話し会前にお酒飲む前でやばいでしょ、やばいやばい。あね、で撮ったね、やだ生誕祭いいな。じゃあ自分お父さんでお酒多いわ自分。どこまで読んだっけ、誰が読んでなくて誰が読んだか分からなくなっちゃった。いや、やっぱ成人したらちょっと飲みたいじゃないですかこれは。ね、こういう話ちょっとアイドルの話じゃないよね。うん、自分は本当にバカ。言ってそう、顔が赤いね、お酒飲んだとかめっちゃいじられそう自分。今想像してもちょっと腹が立ってきた。やばいやばい、未成年です、未成年です。絶対来年言われるわ配信で。誰と、いや一人で寂しく飲みます。悲しい。誰のタワーのお礼読んで、誰のタワーのお礼読んでないっけ。
誰だっけ。いやいや、そう、アイドルじゃん、アイドルじゃんアイドルじゃん。いや、わしアイドルなんよ。みんな、私こう見えてさ、アイドルなんですよ。わしアイドルね、うん、アイドルですね、私。はい、こう見え、そうなんよ。え、今までだ、誰、今までさ、なんだと思いよった。わしアイドルなんよ。うん、知らんかった。え、そう、わし、え、知らんかった。え、そうなんよ、アイドルなんよえ、いや、そうなんよ。え、一応フォーテッドグループなんよ。そうなんよ。初、え、そん、そう、え、だ、誰だと思っとった今まで。そう、いや、いや、わしがアイドル、いやいや、ショックの PV、 あー、じゃ、アイドルなんね、ちょっと、私、はい、私、え、そうなんよ。一応フォーテッドグループなんよ。そう、え、そうなんよ。初耳で、え、そうなん、今まで誰だと思いよったん趣味でダンス、え、配信者、ショールーマーって思いよった今まで。え、そうなんよ。一応フォーテッドグループなんよそうなんよ。いや、芸人さんじゃないんよ。いや、アイドルなんよ。うん、いや、いや、アイドルなんすよ。そう、近所の子、いや、アイドルですよ。うん、いや、うん、そうそう、え、そういや、芸人、いや、違う違う、いや、近所の人の配信見よったん。え、あなた近所の人にタワー当たってよ、すごいねね、ちじ、いや、やめて、ちょ、え、ちょ、ちょ、公式見てみ、え、乗っとる乗っとる、ちょ、エケペディア、エケペディア乗っとる、韓国ドラマの人エケペディア見てみ。ビョンバクさん、リンボースター、カムサムニダーンいや、いやいやいや、アイドル、いや、びっくりしました。いや、ちょ、エケペディア、エケペディア見てみ。うん、エケペディア乗っとる乗っとる。そう、きれいね娘の友達みたい。いやいやいや、どういうこと違う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 、いや、アイドルなんよ。うん、エケペディア載ってるからちょっと見てオタク違うよ、違う、それはみんなでしょ、アイドルなんよ。うん、ね、近所の人にタワー課金はちょっとビビる。とか、みんな今まで芸人の、芸人さんの配信に来よったん、すごいね。アーシャー見なくていいよ、アーシャー、アーシャー、え、ちょ、だいぶ自慢、やっぱりダイエット大事だわ。そう、写真と違う、そうそう、まあ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 、逆詐欺ってことで。そう、まあ、アーシャー詐欺じゃないじゃん、逆詐欺ってことで、まあ、いいとしよう違いますいや、アイドルの枠です。違います、バラエティー、違います違います。いや、あ、いやいやいや、違います。もう、私はネタ枠として、私のこれからのアイドル人生のネタ枠として使おうと思ってます、もうえ、違います、違います違います違います、単独です、単独です。アーシャはね、あれは54キロの時だね、はい、え、そう、もう昨日めっちゃ褒められた、超嬉しいいや、しません、しません、アイドルなんで、はい、こう見えてアイドル、はい、え、本当？いや、あのアーシャを見てファンになる人はおらんと思うけど、はい、いや、しません、いや、踊ってます、普段ちゃんとやってます、はい。え、そう、昨日めっちゃなんか思ったより細いとか言われてちょっと調子乗っちゃってるんですよね今。あの、あさと9キロ違いますから。韓国ドラマ、韓国ドラマ、あれか、おっぱーみたいなやつかもうあれはやだ、もう違います、アイドルです、アイドルですのあさね、え、そう、アイドルなんですよ。そうなんです。え、もうめっちゃ褒めてくれる、もう調子乗っちゃうよ自分、いいの、調子乗ったら余計なことバンバン喋っちゃうから、あんまちょっと褒めない方がいいと思うはい、
そうよ、こう見えてちゃんとラーメンちゃんと食事制限して、まあ、この後ラーメン食べるけどねこの後ラーメン食べるけどね、はい、そうです、アイドルです、はい。でたでタワーの俺 誰がした誰がしてないっけ忘れちゃった。そう、褒めない方がいいけど褒められなさすぎても拗ねるみたいな。え、あの、え、そう、え、あ、今日褒める日ですか何どうしたの角さんってタワーの上でしたっけ。グラマーね、どこ見よん。あー懐かしいね、もうガイド時代が懐かしい。そうそう、こ、そう、これでアイドルじゃなかったらね、そう、自己申告でちょっと忘れちゃった。双子、いやいや、いないいないいない、そう、うおー、記憶がありません。ああ、まだですよね。出しますね。夢のフィールド、はい、これかな。はい、読みます。あ、やばいやばい、もう2時間してる。ちょ、終わりたい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 、はい。つのアットマーク公園リンコが1番、公園ありがとう、めっちゃ可愛いタワーありがとう、右の端におったね、何かな、なんかまたお見送りの時に新しいグッズを見せつけられたけど、けれども、ほら今度じっくり見るわ。でもさ、曲中にバラポーズするって決めてたんよ実はね。じゃけんできて気づいてもらってよくってよ、リンクより。おとといもリンク色強かった。おととい、おとといなんだっけ、忘れちゃった。ありがとうございますありがとう、バラ。これは6行バージョンです。いや、多分僕隊の時のやつだから、いつだろうね、ちょっともう記憶がありません。はい、ありがとうございます。これは僕隊、多分ターン立ててくれた日に書いた。ありがとうございます、はい、バラえ、なんかめっちゃ褒めてくれてありがとう。記憶が、記憶がありがとう。タワーの俺忘れてたらちょっと言ってください。私はちょっと記憶がおかしいで ございます僕隊の一昨日って何かあったっけ。一昨日は一個色強かった、なんだっけ、お話し会だったかな。ちょ、記憶がございません、ありがとうございます、はい、って言ってね、忘れるから。ね、なんか忘れちゃう。でも私明日は、言うてよ、明日はそんなに朝早くないから、明日は余裕で夜更かしできる。今日は、今日はまあ終わりますね。さすがに私の腰が悲鳴を上げています。え、ほんと、いや、止まってる、誰だっけ、してないの。でもさ、でもさ、こうやってさ、そう、名前を読むじゃん、まるまるさんみたいな言ったらさ、嫉妬せないよみんなが。でもさ、ちょっと言わせて、ちょ、タワーの俺は許して、ちょんまげ、はい。明日はね、明日は夜に自主練行くだけだから、全然今日夜更かしします、はい。いや、するする、ラーメン食うそう、早メール送るためだけにちょっと一回起きる朝じゃあタワーの俺ぐらい許してよ、ちょっと宣伝ちょっと、多分おそらくタワーの俺まだしてないだろうなの人、和人さん、 AT さん、タイタンさんで、今日立ててくれたウェイマンさん、トーノーさん、ゆうちゃん、うん、あれ、タイタンさん2人おるな、ちょっと待って、あー、もう記憶どこ。和人さん、 AT さん、ウェイマンさん、トーノーさん、ゆうちゃん、タイタンさん、チョッシーさん、マラさん、カニカマさん、角さんですね。今日立ててくれた人は、あえて明日の配信で忘れて6行にした方がいい
そう。え、そうなんよね。ためちゃってる。やばいやばい。明日そうヘアメイドを送るためだけに明日早く起きます。はい。ねえ嫉妬すんなって、ちょ許してや、指針とか言われそう。たまったね。まあ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 、まあ、もう6行になりそうなんよ。そう。いやいや、ちょっともう腰痛ほんまよ。一応メモしとんじゃけど忘れるんよね。そう。あー待って、マラー様だ。あら、ゆっくりゆっくり。マラーさんやばいやばい。はい、レーマンさん、トーナーさん、エイちゃん、タイトさん、ジョシさん、マラーさん、ハリマさん、ねえやまんで、もうめんどい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 。あ、ちょっとお腹減った、ラーメン食うわ。そう、お母さんがね使い捨ててくれる。怖い、うん、はい、よしラーメン食うぞ。配信でこうやって姿勢をピッてやったら顔が見えないから腰曲げてやってるんですよ。ねえ黙れ、他にも、いや黙れ誘惑すな。誘惑すな、本当に楽しなんだから。ラーメン食いたい、あの韓国の辛いラーメン食いたいけど今家にない。食いてねえ、やまないで。いいよラーメンぐらい、いいよ。そう食べる、そうブルダックンパックンが食べたい。食べたいねえそれやめて、ね、息抜きとか言わんで。違う、リンコで満足してるのだからいいの。え、そう配信で食べたい辛ラーメンか、なんか辛いラーメン食べたい気がする。ねえ本当にもうムカつくな、ちょっとやっぱムカつきますね。いや下打ちしてませんよ、下打ちしてませんよ。ねえつけ麺、広島のつけ麺のお店行きたい。実はそんなに行ったことないっていう、ちょっとムカつきますね。ちょっとえ、でもそれがそう楽しいって言ってる人はすぐ流れる説あるじゃないですか。じゃあ私の数少ない単音の人って流れないんですよ。え、売ってないよね、プルダックンポッキーミンは普通にコンビニに売ってほしい な流れないんですよ。それがえ、やっぱ自分ってちょっと悪い女ね、自分中毒性あるわ。え、そうなの、自分の数少ない単音の人はずっと自分だけなんですよ、本当に素晴らしいですね。入れない本当に楽しい、そうと自分ちょっとやっぱ自分やっぱちょっと悪い女だな。そう劇薬だな、ちょっと悪い女だな。さあ自分ちょっと中毒性はちょっと悪い女だわ、悪い女。悪い女、はい、そうね、去ったあいつとあいつ以外はね。ね、重いんよ、目減らないよ。そうですね、ちょっと悪い女、はい、でもね、どうせね他の子行ってもねすぐ戻ってくんだから、はい。いやもう自信が出てきた、そうあやつとあやつ、はい。あやつとそのだいぶ根に持っとうよ、しかもその人らが自分の離れていったのってだいぶ初期の話なんですよ。そうあいつとあいつ、あいつとあいつ、あいつと、まあ、あの人はおたそつしたからまあいいんですよ。なんかひっそり、なんか最近こんなって思いよったらなんかひっそりおたそつしてましたの人とかかな、はい。え、もうツイッターね、もう全然自分のこと待って、もう あの子のことばっかりつぶやいてね、ちょ私のこと、え、全然余裕でこう言いますよ、もうああおるなーって思って、はっはっみたいな、であの子のうちは持ってました、はっはっと思って
絶対目合わせてねえと思ってはい。でもだオーディションの頃からと初期からだ自分が大体みんながいつからいつ自分のこと好きになったか大体わかる。自信ある、自信ある。これは聞いてもらっても自信あります。だからその人が公演この前追ってからさ、で あの子のうちは持っててさ、あの子のペンライト振っててさ、絶対目合わせてやんねえとか言ってさ、そういつでも目合わせてやらなかった。そう自分把握すと大体メールの返信とかショールーム最近来るなみたいな、大体そう、はい、絶対留守しないえ、分かった、いいよ初期じゃないね、うん嫉妬というか、なんかちょっと腹立つから、もう絶対留守してやんねえと思って意地でも留守しませんでしたはい、というわけで私はとても重い女なんです。はい、すごくすごく重いのでね、ちょっと皆さんお支援だけはちょっとやめましょうね。はいえ明日ってリアルお話し会ですよね。え、ちょ早く寝なきゃ、早く寝ていかん。明日はリアルお話し会ですね。はい、楽しみに待ってます。明日は無料リアルお話し会です。皆さん逆もある明日リアルお話、明日リアル無料話か、明日は朝が広島で、昼が大阪で、夜が東京です、はい、でそっから青森でリアル、明日4つ行くんです。めっちゃハンドスケジュール、そうはい、あの服、あの、いや明日何着ようかなね、新幹線のセブンで待ち伏せしようとすな待ち伏せしようとするな。そう明日は朝の9時から広島でお話し会やって、12時から大阪で、4時から東京で、夜の8時から青森で無料リアルお話し会です。大変大変楽しみに待ってます。明日リアルお話し会ですよね。新幹線ですね。ねえやめて、新幹線口のセブンで待ち伏せしようとせんで、ね、ねえやめて、ねえ本当に降りそうなんよ。昨日めっちゃ怖かったよ。新幹線で一番の楽しみってやっぱご飯食べることだからさ。そう、いなかった気がする。怖かった。昨日普通にさ、あの広島駅の新幹線口の、行ったよ。だってご飯食べないとめっちゃ怖かったもん。しかもさ、ドスッピンのさ、なんかやばい格好、不審者みたいな格好して行ったからさ、怖いなと思いながらグミと抹茶のババロア買ったそう、いやあそこのセブンイレブンめっちゃ品ぞろえいいからさ。そうねえ、聖地巡礼じゃないんよねえやめてやめてやめて、聖地巡礼せんとって行けれんくなる。そうめっちゃ起きて5分で出たから、すっぴんだったからちょっとやばいとしようとすな。そうあそこでね、ピュアラルグミ買いました。昨日と抹茶のババロアとね、何買ったっけ、おにぎりとスープ買って新幹線で食べたねやめて、聖地やめてよやめてよ、本当にやめてやめて。いやだ、化粧やだやだ、ダメダメ。ライブカメラに、嘘だやめてやめて。煎じ肉、何煎じいややめて聖地巡礼しようとしないでやめて本当にはい、終わりますかねああもう今度から本当生きれんくなる。終わろうっと。明日の配信も明日
日どうしよう、配信しようかな、どうしよう、え、した方がいい、え、どうしよう、したね、夜レッスン行くからさ、どうしようかな、でも化粧してレッスン場行きたくねえな、行きたくないな、口が悪いあそこの、でもいいよ本当に、はいや、あそこの反対側のセブンイレブンのお土産がメインだから、ご飯食べたかったら新幹線口がいいです、そう、いやちょっと口が悪いんよ、ちょっとショールームでしゃしゃらないで自分ショールームでしゃしゃらないで自分明日ね、明日青森から帰ってくるからね、ちょっと青森で秒速で帰ってこないと配信え、やだ、なんかね、なんかエッセンジャーすっぴんに行くものになってるからさでもレッスン上でなんか自主練するの恥ずかしいんですよね、なんかマネージャーさんがいないといけないから、なんかマネージャーさんそこにいるんですよ、隣にいるからさ、あ、恥ずかしいんですよ、そこで踊るの一人で、青森にリアロハナしか行ってきますあ、自分の東京駅の青森方面の改札はファンディンコの聖地巡礼ってことではい、なんかね、一人で練習した方が集中できる場所なんかメンバーと自主練したらなんか喋るんですよ自分、この前そうだったんですよ、この前ね、本当この前ね、とあるメンバーとね自主練行ったんですけど、ずっと喋ってて、結局しゃべるだけ喋って何も練習しやずに家帰ったから、だからね、あ、ダメだなってなって、そうえ、そう練習ならんのんよ、そうね、あなたタワーの俺そう自分が悪い、そう自分が悪いんですよ、そうマネージャーさんがずっと横におるけん、でも一人だと恥ずかしいんよ、でもかといってメンバーと言ったらそうおしゃべりして終わるっていう、だからね、そうだからぼっちで自主練行ってきます悲しい、ぼっち自主練、メンバーに誘われたら行くけど個人で行きたいなって思った時はぼっちで行きます、はいバレてるよ、はい、読むね、はい、読みます、この人読みます、勝手にAT6 アットマークリンコがいないと生きられない、いえ手が滑っちゃった、タワーありがとう、なんかいつも手滑らせてるね、昨日もちゃんと下手に、あ、これ僕隊の次の日に書いたから、昨日もちゃんと下手にいるの見えたよ、私のうちは持ってたね、あとやっぱりリアル話が来るんだね、あ、来たね、まあ絶対来るだろうなとは思っていましたがね、君はリンコ大好きなのね、いい加減認めなさい、リンコより今日レカちゃんとデート行って、あ、これは僕たち好きな日に書いたです、ありがとうございます、あ、昨日のリアル話し会2部とも全部鍵締めでした、この人、うん、超鍵締めでしたね、あ、びっくりした来たねうん、いや来るだろうなって、もいや余裕で来たし、余裕で2部とも鍵締めだった、うん、ちょっとびっくりしたありがとうございます、リンコタンなんですよ、認めないから、あ、でも昨日なんかちょっと認め始めた、そう誰が送った待ってもうファンリンコにも認められとんよ、ちょっと待って、ちょっと待ってやだ、はいはい、すまんそう普通にループして何回も来たんよそうそう、あ、ちょっとファンリンコにも名前顔バレしてるえ、もうそれはいっぱい申し込んでるだけで、もうそうありがとうございます、あ、もうファンリンコにもバレたということでねあ、これからの活躍を楽しみにしてます、はい、ありがとうございます、はい、もう君はね、あれや、君はね、タワー投げるだけ投げてね、なんか全然名乗らんけんさ、ちょっと秘密じゃないんよいや悪いやつです、はい、悪い、問題児です、はい、ありがとうございます、問題児ファンリンコっていうのもありますからね、はいはい、そうなんよいや、もう候補生ですらないって、もうこもう小正規メンバーなんよ、そう楽しかった、あ、よかったです、はい、なんかタワー投げるだけ投げてほったらかしみたいな、ね、ちょっとひどいっすわ
いやいや歯じゃないんよ、もう疲れる疲れる、もう問題児問題児、もう君のもう問題児は相手疲れるよ、もう年だからさ、ちょっと頭回らんのんですわ。はいはい、なんかねガチ恋勢と問題児となんか純粋勢と単押し勢みたいな、いっぱいいます、勢が犯人子じゃあ終わりますね。まあ単押しになるとは言わんけれどもまあまあまあそうですね、学校の先生違います。 あと変態勢とね、うん、結婚してくださいよ、ちょっとあとよくわからんぜとね、はい、純粋、ちょっと怪しいね、いやいや名誉権、いや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 ダメよ、いやいや、じゃあ Y 純粋税だな、純粋税だな、終わりたい、 Y 純粋税だなっていう人ほど純粋じゃないのでね、いや自分で青春とか純粋、待って自分じゃん自分で自分のこと青春とか純粋っていう人は純粋じゃないんですよ、自分のことじゃん自分のことだ、待ってやだやだちょっと終わりたい配信、はい自分のことだやばいやばい、ブーメランはい、やばいやばい、何、じゃ自分は純粋派じゃないです、もうって言っときゃ純粋派ってことか、じゃそういうことね、はいこんばんはんやばい自分のやばいやばい、ちょっとじゃ自分は純粋じゃないです、はい、はい、純粋じゃないよ、全然純粋じゃないよやばい、まあ終わりますね、終わります、はいいえいえちょっとやばかった、終わりますねはい、はい、終わりたいと思います、疲れたああ息切れがする、あやっぱ君たちの相手をするのはちょっと疲れますね疲れちゃんねえ2時間もしとる、明日どうしよう、でもな明日配信せんかったらみんながかわいそうだから、まあ気が向いたらします、終わります。13位、タムタムさんありがとうございます、リンコ沼の踏み入れ、はい12位、ビョンドクさん、カムサムニだー、ありがとうございます、コムさん。11位、ういちゃん、ありがとうございます、私のういちゃん、はい勝手に。10位、アルフォートさん、リンコがすき焼き、ありがとうございます、すき焼きで。9位、ロッカさん、ありがとうございます、ロッカで。8位、リュウヘイさん、ありがとうございます、ガチ恋勢ね、はい。そして7位、安部さんです、ありがとうございます、はい DD のこっち来い。そして6位、ゆうちゃん、ありがとうございます、ありがとう昨日ありがとうございました、ようやく話した。そして5位、東野さん、ありがとう、首は待ってます。そして4位はカニカマさん、ありがとうございます、芋けんぴ、はい、そして3位、チョッシー、あらららチョッシー、純粋じゃないリンコも素敵、いやちょっと意味がわからないですけどありがとうわちょっと意味がわかりません、はい。そして2位、マルアさん、ありがとうございます、ありがとうわまあまた話し会で話しましょう。そして1位、ツノさん、ありがばら、ありがありがばらとわありがとうございます、はい、じゃあ今日タワーのお礼は後日したいと思います、はいありがとうございますはい、じゃあ終わります、終わります、バイ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 。
ラーメン食べてきます。お疲れ様、ありがとう。おはようメール、ちょっと明日遅れるかな。明日7時ぐらいに起きないと。じゃあおやすみなさい。夜更かしラーメン行ってきます。バイバーイ。いや、もう今日パーティーすんの。バイバーイ。